ある時その頃ちょっと初デートしようっていう女子と原宿で待ち合わせだったんだけど、真冬、なんかこうちょっと迎えに行ってこれからデートって時に何にも触ってないのに片側のウィンドウを開いて一生戻んなかったの。16万円、これもう全然効かなくて16万円ですね。オートなんだけど、ほんでそれを直して、今度締まりっぱになったの、一生で、今度それを青山ぐらいで乗ってる時に2号さんの車が来たの、ね、2号さん来て、2号さんの車が後ろ開いてファレルが乗ってた、うわっ、ファレルだと思ったんだけど、窓開かないから窓開かないからちょっと降りてあ、こういう風な感じで閉めたっていう。